東アジア共同体研究所琉球沖縄センターの時間がやってまいりました事務局長のズケラン・ジョービンです今日は素敵なゲストをお招きしております後ほどご紹介しますカリフォルニアで実業をいろんなお仕事をされている斎藤洋子さんを今日お招きしていますまずは冒頭いつものとおりワンポイント英会話をやっていきたいと思います今日は、Please. キープ t ン u c h を覚えてください。これは、あのまあ、ずっと連絡取り合おうねとかっていう言葉、意味です。でよく手紙の最後にね、あの付け声加えたりもします。Please keep in touch。ちょっとゆっくり言います。Please keep in touch。タッチを触るという意味ですよね。日本語でもおなじみになっています。これをひっ,ひっくるめて Please keep in touch と言います。 ずっと仲良くしえようねとかあ、同級生だからずっといつまでも連絡取り合おうぜとかっていう、そういう、えー、簡単な言葉ですけれども、意外とこういう言葉はね、あのなかなか出てこないと思います。goodbye とかそういうのはよくわかると思うす。あるいは see you tomorrow とかね、また明日なとかあるかもしれませんが、久しぶりに会った方に最後に空港ででもまた please keep in touch と。 言えばままた会おうねいうねとといこになるかもしれません今日はあ年に1回ぐらい、えー、アメリカから里帰りをするという斎藤陽子さん。私も最後には今日は Please Keep in Touch と言って斎藤さんとはお別りしたいと思います。今日のワンポイント英会話でした。えっ、ー、とあそうだ練習しましょう。じゃリスナーの皆さん向こうで、えー、私の後に行ってください。いいですか ?Please Keep in Touch。はいどうぞ。 OK, very good. いい発音でした。じゃあ、コマーシャルの後、今日のゲストの斎藤陽子さんを改めてご紹介いたします。コマーシャル入ります。 はい、改めまして、今日のゲストをご紹介したいと思います。斉藤陽子さんです。陽子さん、こんにちは。こんにちは。Welcome back ですかね。沖縄に。Thank you. うんんああ、沖縄、は私のあの懐かしい故郷です。 あのお名前がね斉藤さんですから、はい、あ内地の方かなと思いきや実はスインチュスインチュですあの球星尾長と申します旧姓尾長で、えー、で今は現在は斉藤洋子さん,ん、ね、ということは斉藤さんの旦那さんは内知の,、はい、の主人は福島県出身福島県出身で、はいはい、で今日はまあ今回もお聞きしてるんですけれどもカリフォルニア そから沖縄にってた今回は75歳なんですが、はい、お友達皆さん同期会高等学校の同期会がありまして、はい、集まるものですからあ<ー>あの3年に一遍なもので絶対に出席したくてまいりました。 ああそうですか、はいまあえ。お久しぶりですか沖縄は。沖縄は年に一度ぐらい来てます。年に一度ぐらいは来られていて、はいはい、え同級生の方々が 3, 人3年に一度の同期会があるということで、はいはい、そうですか。カルフォルニアですね。リスナーの皆さん、カルフォルニアなんか憧れますよね。そうですね。カルフォルニアにはわ西海岸の明るいブルースカイと海も。うん あの海岸線がずいぶんあちこちにいいビーチもありますし、うん、そういう意味では非常にアメリカの中でも明るい州ですよね明るい州そしてです、ね、ゴールデンステイツと言われているように果物もたくさん取れますし非常に東洋人もたくさんいらっしゃいますしあの住みいいところですね ですね。うん、あの今果物の話されましたけれども、我々ル化したカリフォルニアというと果物は何かオレンジっていうかな。そ,うね、それをあれはグレープフルーツとか、えー、そういうのを想像してしまうんですけども、ね、やっぱりそんな感じなんです。スケランさんはカリフォルニアはいらしたことありますか。カリフォルニアははい何度か。僕の実は同級生、大城おテルミっていうんですけれども、えー、彼女の実家は中学一年の時に。 カルフォルニアに移住していったんです今もずっとカリフォルニアにいてで、えー、カリフォルニアの農,産農業地帯っていうのはですね本当にもう見渡す限り地平線の彼方まで同じなし木があの例えばオレンジだったらオレンジーアーモンドだったらアーモンド、はあ、すごい広大な土地で,あので栽培してますからねあ沖縄から行ってその農場を見るとびっくりしますよ。 あそうか、友達の家には行ったけど、農場には行きませんでした、ね、今度はそういう自然をご覧ください、<laughs> そうですね、斎藤さんも何かオレンジとか作ったりしてるんですかいいあ庭にはちょっとありますけれども。えー、ということはお、お仕事はじゃあ、の農業ではなくて農業ではないですけれども、というのはですね、私、あのえー、と10年間カリフォルニア州立大学農学部に勤めてました。農学部はい それでそこにたまたまあの外務省との連中日本のですね、はい、のあの外核団体であの農業研修生っていうのを日本政府は送り込んでたんですよね。はいはい、その方たちの10年間のあのケアなお家を探してあげたりいろんなこと母親役みたいなことも。はい あの仕事の傍らねあなた日本人だからやってくれって言われてやっておりました、うん、そういう、えー、のやってる関わったが、えー、生徒さんが日本に帰りまして果物を皆さん作ってるわけです栽培、うん、してますからねうん、うん、その方たちとね結局は最近あの10年前にあのあ産地直送の果物の会社を作りましてね、はい、インターネットでもあの注文するとその季節の 旬の果物が買えるいう会社も持っております日本にはそうなん先ほど刺交換させてもらったんですけどもこれがこれですね eFarmJP って書いてますけどこだわりの農産物を全国に直接私は関わっていなくて管理人がいますけれども一応社長をしておりますなるほどねこういう事業もやられていて今はちょうどみかんが出始めていますね季節によってですけどもはい ぶどうが終わりましてみかんをやってもうじきりんごが始まります、うん、そういう感じでうもう場所によっての生産をはい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 、はい、そういう感じですぶどうといえばカリフォルニアワインとかっていうのもありますねはい最近はナッパバレーのワインはフランスよりも有名になりましたよえよそうなんですかワインを好きいや私は 断然アワモリです。私はノンベイなもんでね。アワモリをロックで飲むのが大好きです <laughs>。失礼しました。ごめんなさい,いいですね。<laughs> それで、ね、あのまあカルフォルニアにまあまずはい沖縄でずっと育っていた方があの沖縄育ちです。ただし昨日あたりはあまり来たことがなかったんです。おさおくてね。うんうん、あの初めて 昨日は,には参りました、うん、18歳まで高等学校までは沖縄におりました、はい、首里高等学校に首里高校の卒業<え>ですかです首里高校の卒業生の皆さん斉藤陽こさんです今日はこちらに来てます <laughs> そうなんですよで,で、その後,その後東京の大学に行きましてそれを終わりましてアメリカの大学にまた行ったえ、なんでまたアメリカの大学だったんですか、はあ 話は長いんですがね話は長い、えーあのー、若い時にはロマンティストで <laughs>、はい、あの南米に行きたかったんですよすごく。と<米>いうのは沖縄のこの小さい国から、うんあのー、脱出して広い南米に行ってみたいと思ってたんですが、うん、南米に行くには、えー、あのアルゼンチンあたりがいいということでアルゼンチン,、うん、ンチの 草原でね、うん、牛飼いのと一緒に牛,<ー>牛を飼いたいと、だからゆえに10位にならなきゃいけないということで、うん、大和では10位になりました。ええ、じゃもともと10位さん、ですあの時代に10位というのは女がおりませんでした。いいいし大学は1人か2人しかいませんでした。ですよ。 お,おトイレも男の人のトイレに入ったんですよ <laughs> 女性用がないからそんな感じでしたでその南米のを追いかけて南米に行きたくて、うん、あのー 直接行くと親の反対があるから一応アメリカで英語の勉強をして獣医の勉強もちょっとしたいということを説き伏せたら親もお前はちょっと英語を勉強してそして沖縄に帰ってくれいいからそれじゃあ360円が1ドルの時代ですけどまあお金も送ってやろうということで納得して騙してですよ。<laughs> でアメリカ行って勉強してたらその後 南米に行こうかなと思ってたんですけれども 2>,、うん、あの2年勉強してて2年後ですかなあの福島出身の主人と巡り合いまして。うんうん アメリカで住むようになりましてアメリカ生活も49年になりますうわ、うじき50年です <laughs> 半世紀デイジナトーサーってデイジナトさん。ー、はい、<laughs> うちの口もまだ出ますねな、はい番ですよない <laughs> ですね、はいはい、忘れないですねなるほどね、えー、でもまあということはお父さんもちょっと反対されたわけですねそりゃそうですよねであの時代に留学でしょうしかも 中尉になるのも反対されたんですよ。あえ、そうだったんですか。もう非常にね、お前が女だってらにそんなの職業は女は行かないものだと。あまああの時代はそうでしょうね。でましてはね、南米だとかってはまあね、飛んでもないだ。って、まあでもどうにかこうにか。まあ南米行きませんでしたけど、ずっとカリフォルニアで四十九年間過ごしてります。 カルフォ僕も旅行ですっていうか訪ねて住んだことはないんですけどもとっても過ごしやすいところとは聞いています。どん どんんなな感じなんだろうね、うん、えお住まいになられてるところカリフォルニアの中でもじゃあ農業地帯といってことですかあのい,いえあのロサンゼルスの郊外です、うん、あのアナハイム球場ってご存知ですかディズニーランドご存知ですね,いね聞いたことありますけどす、ね、はい、ね、ですかそうですからロサンゼルスからの中心地からまあ30分も行けば 要するに郊外ですよねうんうん、うん。あ、そうですか。沖縄と全然違うんですね。じゃあね、ね気候とか。えー、そういう。まあ、乾燥してるから、住みやすいですよね。あ<ー>、あ、あ、そうか。そういえば、今年はカリフォルニアはなんか。水が足りないという水水不足でねひ。非常に、あの、市長さんがね。うん、あの、水道局の連中が毎日言ってるんですよ。あなたは。あの。 シャワーは5分のところを3分で入れて、ね <laughs> うん、そういう公共団体からシャワーの入り方までね、ええ、注意されちゃうんですよ、ええ、そうなんですか、ええ、でも不思議でしょうがないんですけども,もう沖縄もねずっと断水とかねいろいろ大変な時期もあったんですけど今は大きなダムができたりして、うん、まあだいぶ緩和されてるんですけどもカリフォルニアってアメリカ大陸そう、ね、大きいじゃないですか。あのー アメリカの行政というのは、はい、州によって、ねうん、水をあのあ管轄があって、うん、アメリカルフォルニアは普通11月から2月頃まで雨季なんですよロサンゼルスは,は。それ以外は一滴も雨が降らないところなんです。はあ、でそのう 雨のシーズンが11月から2月までなんですけど、その雨のシーズン、ふ普段ですとね、降ってダムにいっぱい溜まるんですよ、それに山には雪が溜まって、その雪が左右するんですよね、雪っていうのはある意味の水の貯蔵地でもあるわけですよ、雪が少ないと水も少なくなると、その年ンは質問は カリフォルニアが足りなくなったら、隣の州からもらえそうですけどね、<laughs> それがもらえないんです、アリゾナとか<え>ネバダとか、うん、あのコロラド側が大きいのが流れてるんですけれども、うん、そこの水をもらいたいと言っても、彼らはあの自分たちもいつ危機になるか分からないから、あ、うん、げられないという。 非常に難しいんですよ、ちょっとなんかにわかりには信じられないな、えー、それで今はもう逆転現象で、うん、電気代よりも水代が高いんですわー、それはね、水ないと生きていけないわけだから、それで皆さんね、あのアメリカっていう、今、あのこの昨日の,の軍用地なんかもご覧になったら分かるように、あの芝生には,はグリーンですよね。カリフォルニアも お家は皆さんあの芝生を植えてますけどもこのグリーンがねお水がないもんですからね、うん、それで芝生には水かけるなっていう禁止令が出ましてね。 あの目撃したら500ドルの罰金とかね。わ500ドルって言わいう、ね、万5万円ぐらですからね、芝生は、ね、皆さん、茶色になっています、今は。いじゃあ、このカリフォルニアは青い芝生じゃなくて、もう,う茶色の芝生になっちゃって、はい、そういう感じなんですよ。わですからね<々>あの、レストランもね、あの水を、ね、こう率先してあげ,あげるなと。 最初いらっしゃいますと言うと水を普通サービスしてきますそれはないんです、もし欲しい人は水欲しいと言ってくれと、うん、絶対水は出すなとそれほどもったいないということです。えー でもカリフォルニア、<laughs> まあ観光地としてもとっても、ね、有名なところだし、観光行政にはちょっと難しい話になっちゃうんだけども、観光客の皆さん、影響ないのかね,、うん、なで,すいねですから、ホテルなんかで、じゃ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 あ,じゃあ,あの、水を使って、ねえま、バスタブにね、水を張るなって言われててね、最近のホテルはね、あの水のストッパーが、ね、ないんですよ。 あー水をためないように、もっと徹底してます、えー、でも来年ね、うんこ、やがて11月ですから、雨季の季節になるということは、うん、カリフォルニア、期待してたら、ね、それが2、3日前から、あの今年の冬から。 エルニーニョの関係で大雨になるということでみんな喜んでるんですけども。うんうん、ああはいはいね,ね大ニュースになってるんですよ、ね。本当に雨降ってほしいですね。さあまああの天気調整の話になっちゃいましたけどあの苦労話っていうかだって50年前にもい で若い頃からこうずっとアメリカが育ちて文化もいろんな道があって、ね、あの1ドルが360円の時代ですから、うんうん、学生にとっては非常に苦しいわけですよね、うんうん、授業料も高いですしねご存知のように。はい、カリフォルニアはちょっと高いですよね。それであのそういうあの時代はですね皆さんあの 下宿とかアパートとかは住まないんですよ、うんうん、金持ちのうちに住むんですよそれで週末にお手伝いをするわけです、うんうん 床磨いたり、おうちのお手伝いさんみたいなことするわけですそれでもってね、屋根と食事が保証されるというような、そういう制度ですよね、皆さんね。じゃあ、みたいなの中で、今、ドアミトリーっていいますよね、漁に入っても、寮費がかかりますから、いかに安くあげるかというと、そういうところで。 あの週末に労働を提供するからうん、うん、その分1週間ただでを、ね、させてくれっていうのお多かったです皆さん言葉はどうだったんですか英語はもう言ってまあ英語は父が隆大の英文学の教授してましたから、うん、小さい時からうん、うん 叩かれたりしてましたから叩かれても英語は上達しませんよ親は叩いて教えるんですよね <laughs> <laughs> そういう雰囲気でしたちょっと違う母もあのルーダレン火星館で教えてまして、うんうん、ミシガンに2年行ってましたからね、うん、うちの家の中はどっちかったら、うん、そういう英語はなんか、うん 普通の家とは違ったかなるほどあんまり抵抗感もなくそのまますっといけるような感じだったわけですね、はい、なるほどね、えー、で50年、まあ、49年まあアメリカで3人の子どもを産ん子ど3人で育てて共稼ぎでのきくしたんですけれどもつらいですよアメリカで子どもを産むってことはあのー、お産一泊しかしませんからね あ、そういえばなんか外国っていうかイギリスもなんかそんな感じですよね。そうですよ。王室の方もね。そう,ねそうですね、うん。すぐ出てきますよね。よく、えー、<日>出てきます。あれは早くにね、あの体を動かした方がね、回復力があるって言われてるんですね。うんえー、それでもってね、あの最初はいいんですけどね。 3人目ぐらいになると上にちょろちょろいますからね大変なんですよそして手伝いもいませんしねここだと実家に帰るわって言って埋めますけどもねそんなこともできませんでしょそうかですね助けてくれる方が周りにいない誰もいませんでしょ一度ぐらいはゆっくり子供も産んでみたかったと思いますまずそれが第一ね。 でも、まあ、ええ内訳は男の子と女の子真ん中に女の子がいて真ん中に女の子がいて上下が,上下が男この男の子を2人アメリカで大学も出たんですけれどもね、うん、結局東京に今おりましてね <あ>れ <laughs> 東京が好きだっていうんで東京で仕事をしております。すえー、えということはまあ英語も日本語も両方で,、ね、できると、えー、それはそういう教育をされたということですかそうですねのお家の中では日本語を徹底的にいい、うんうん、ちゃんとした日本語を教えるようにしましたからああなるほどねそれはでも大事だと思いますね、えー、そうですねあの僕も、まあ、留学経験があるんですけども、えー、あのカリフォルニアの大城照美の あの同級生ですから訪ねていくよって言ったんですけど、はい、道に迷って電話したらテレビの弟が電話取ったんですけども彼英語しかできないんですね、うん、だからおテレビの両親とも,もちろんうちのあんちですよで、うん、英語話せないんですよ、うん、でもそういう家庭でもあのおうちの中でちゃんと日本語教育してないと、うん、子供は6歳に行った彼は、うん、当時もう十いくつになってたのかな、うん よっぽど親がしっかりしなきゃだだんだん忘れますよねすごいなと思うでもそういう意味では佐藤さんのねところは成功したんでしょうね東京でお二人ともしかもその方はちょっとフェイスブックでちょろっと見たんですけどもあの政府の 経済なんとか会議のメンバーですよね。そうですね。文科省のもメンバーでもありますね。文科省のメンバー。いい教育のもプログラムを作ってほしいですよね。あ<ー>あ,<の>あ、文科省のメンバーでもあるんだ経済ではでもあっあそれからあのセキュリティーあの IT の方の、はい、あの委員でもありますね、はあ。マルチですね。タレントすごいですね。いやあいあの彼はあ。 ソフト会社開発会社をですね長男の話なんですけども大学生の時に会社を起こしまして高校生の時だそれで学校に行きながら仕事も会社も持ってたんですよそれで今でこそ皆さんね生体認証ってご存知ですかフィンガープリントを閉めそれでその人の ID に認証するていうのあれの開発の最初なんですよね。それで その開発をして、マイクロソフトに売ったんですよ。そういう経歴があって。その認証はセキュリティの問題がありますからね。うんあの。はい、そんなんでね。あの、だんだんセキュリティの方の。あの。 内閣府の仕事なんかしてます。すごいですね。あ今ツイツイキャスでなんかこんこんにちは初見ですって茂さんという方から来てますね。いやいやこれを見てる方があのなんかコメントをすることもできるみたいでツイキャスねこういう方もおられてこれこそ I T 時代ですよね。I T 時代ですね。I T 時代の放送ですよね。そうですね。昔は考えれなかったことでね。だからまああのもう僕も留学経験あるし。 外国に行くっていうことはすごく視野が広がるっていうかね、ねいいことだなと思ってます、ね。私は幸いにまた息子の会社にも10年勤めましたからねそのこのあの日本の方の窓口としてね必勝、うん、的な役をしててですからその時にあの思い切ってねあのコンピューターあの息子に鍛えられました、うんうん、まだ日本語化されてない時でしたはいはいはい。ですから75になっても今コンピューターは ちょっとついていけるわけです。ああすごい、俺教えてほしいこれ。<laughs> 私じゃダメなんです。そうですか。はい。そうですか。えー、ということは、まあ息子さんお二人も立派に育っていって、子育ては頑張ったんですね。じゃあね、斉藤さんもね。 <laughs> まあ、アメリカでこ生活するということは強くなりますね。うんですね確かにそれは言えます。うん、強くないと生きていけます確かにね、物言わないとだめですからね、男は黙ってなんとかという社会じゃないなで,すですからね、アメリカはもう本当に、そしてアメリカの方っていうのは、論理的にね、ビシっとしてますからね、それにね、打ち勝つぐらいのね、アメリカ人と喧嘩はするもんじゃないです、負けますよ、え<っ>絶対に、あ彼らはあの喧嘩,喧嘩っていうのは、 フィジカルの経過ですか。いえいえ口語あのこうディベートでも口論でもね。彼らはもう本当に徹底的にね訓練されてますよ。ですね。にません。斉よくさん負けないでしょう。絶対に。思いません。思いますけど。とっても論理的にね。論理的そ進めていきますよ。とっても論理的です。はい。ですかね。まあ今日はじゃでもあの僕はそのリスナーの中で。 若いいい方たたちもももしししかから聞てるれないんですよでそのリスナーの方々にぜひとも海外に出ていってほしいなとそうですね、えー、一度は絶対にあの海外アメリカでなくてもよろしいですけど、うん、見てほしいですねですよねそしてね英語だけは自分の身につけて、うん、英語はあの、うん、ヨーロッパでも融通が効きますし、ねはいはい、中国でも聞きますし英語もあの自分のあれに 見せていくと、ね、とっても助けになります、うん、だからねこのラジオ聞きながら留学したいなどうしようかな迷ってる方がいたらね頑張ってください私,たち私はもう360円の時頑張ったんですからね今頃はもっと楽に頑張れますよね<え>、うん、まあでもあのこのバックグラウンドミュージックが流れるともうそろそろエンディングの、はい、になってくるんですけども。 えっと、来年、世界のうちなん中大会が10。そうですね。月、えー。これこれ予定は。はい。絶対来ます。<ー>毎年来てます。 その時にじゃあまたねこのね<笑><笑>またお会いしましょうあ please プリズキー n t o タッチそうですね、uh huh、連絡でやりましょうということで, <laughs>、はい、で今日はあの斎藤陽子さんにあそうだそうだで来週はですねあの辰野愛ちゃんという一人で4人だったかな5人の子育てをしながら他の子の引きこもりの子とかそういう子の面倒を見ている方がゲストでございます、えー、今日は カリフォルニアから、そしてもともとスインチューであった斎、えー、藤洋子さんがあ来ていただきました。ありがとうございました。した皆さんお元気で。はい。キーピンタッチ。キーピンタッチ。